来ました。なんだよ、大至急集合って。ごめん、でも分かったんだよ。分かったって何が？次の爆破場所がね。え、どこ？ここ、大井ビルさ。ここ？コーデリア、今調べてもらったこと間違いないんだね。はい、オーナーのオフィスはこのビルの1階にあります。よし。あの、どういうことなんですか？詳しく聞かせてください。それは僕じゃなく、オーナーに聞いた方が早い。え？時間がないかもしれないから、急ごう。ちょっと教官！先生、入っていっちゃいましたね。どうしましょう。どうしましょうって言ったって、行くしかないでしょう。でも、次はここが爆破されるかもしれないのよ。まだ、大丈夫だと思います。どうして？2回目、3回目の現場でも怪我人がほとんど出ていません。あ、そうか。どういうこと？予告がまだないんだ。そういうことでしょ、エリー。うん。回答はテロリストとは違う。ここを爆破する気ならその前に予告をしてくるはず。そしてもし予告がされてるのならこんな静かなわけがないもの。そうは言っても。ならさっさと行こう。うん。待ちなさい。早く行きましょう。ちょ、エリーまで。もう。失礼します。失礼します。何なのだお前たちは。突然の訪問であることはお詫びします、大井さん。ですが、今は一刻を争う状況なので。一刻？どういうことなのだ？この中華街での連続ビル爆破は、もうご存知でしょ？当たり前だ。バカにしとるのか？次はここの番ですよ。なんだと？僕の推測に間違いがなければの話ですが。何を根拠にそんなふざけたことを言う？場合によっちゃ、警察を呼ぶだ。構いません。ですがそうなると、あなたも少し困るのでは？困る？なぜだ？それはあなたがこの事件に関与しているからです。違いますか？知らん。わしには何の関係もない話だ。コーデリア。はい、匂います。急にアポクリン腺独特の匂いが漂い始めました。アポ体毛の密集する場所にある汗の出る穴のこと。つまりあなたは冷や汗をかき始めたんです。どっち？なんじゃ、色仕掛けか？なわけないでしょ。小林、こいつ多分嘘ついてるよ。え、君はそんなこともできるのかい？まあ人にも微弱な電流が流れてるからね。嘘かどうかくらいならなんとなく。貴様ら何者なのだ？彼女たちは探偵の卵です。なら用などない。出て行け。そうはいきません。少しの間だけ聞いてもらいます。僕の推測をテレビで見ました。大井さん、あなたの家には代々伝わる家宝があるのでしょ？確か黄金鏡だったかと。それが何だというのだ？今回の爆破現場にそれと同じ形をした銅製の鏡が落ちていました。なぜなのでしょうね。中華街で起こった3件のビル爆破事件、その全てで銅鏡を発見しました。3件に同じものが落ちてたんですよ。なぜなのでしょうね。爆破事件の現場に必ず残されていた銅鏡、どうも各ビルのオーナーが験担ぎのために提訴箱に入れていたらしいのですが、だとするならその行為が縁起のいいことだということをオーナー全員が知っていたことになる。なぜでしょうね。爆破現場で発見された銅鏡の近くには必ず開いた提訴箱があった。三つの現場すべてで同じ状況。これはとても不自然なことだ。つまり提訴箱は爆発の衝撃で偶然開いたのではなく、爆破の後に誰かによって開かれ、中の銅鏡が取り出された。そしてそれを現場に置いていく。まるで捨てるように。なぜでしょうね。うるさい！うるさい！
そんなものわしは知ったことか。とにかく出て行け。出ないと侵入罪で訴えるぞ。そうですか。では仕方ありません。こちらもあなたに追及の限りを尽くさなければならないようです。さあみんな聞かせてくれ。現場で見つけ出した重要なファクターを。シャーロック。はい。破壊された3つのビルの転送年号を調べました。1975年、1978年、1980年、どれもとっても古いビルだったんです。新しいビルが一つもない。これは無視できない共通点だと思います。よし寝ろ。はーい。現場に保険会社の調査員がいたんだよね。まあ当然といえば当然なんだけど、ちょっと引っかかることがあったんだ。今回爆破されたビルの保険金が最近急に釣り上げられてた。これは無視できない共通点でしょ。よし、エルキュール。は、はい。爆破されたビルを経営していたのは全て別々の会社でした。でもその各会社の株主を調べてみると、全て大井さんの会社が 100% 出資しています。つまり大井さんは今回破壊された3つのビルの事実上のオーナーということ。これは無視できない共通点です。よし、コーデリア。はい。破壊されたビルのテナントについて詳しく調べました。どのビルも空き部屋だらけ。経営的にかなり苦しかったはず。これは無視できない共通点です。よし。以上のことを踏まえて僕が導き出した結論はこうです。あなたは怪盗に脅された。黄金鏡を渡せ、さもなければビルを破壊すると。しかしあなたはただでは従わなかった。おそらくこんなことを怪盗に言ったんじゃないですか。黄金鏡の場所は自分にもわからない。しかしいくつかのビルの提訴箱に黄金鏡の複製を入れたと聞いている。そのどれかが本物かもしれないとね。つまりあなたは怪盗に脅されたことを逆に利用、経営上都合の悪い古ビルに多額の保険金をかけ次々と破壊させた。これが今回の連続ビル爆破事件の真相だ。なるほど、そういうことだったんですね。さすが教官。いやー、にしても悪どいよねこのおじさん。怪盗を利用するなんて。そんなことだろうと思ったぜ、このタヌキ親父が。貴様はいつの間に。先生、この人が。ああ、おそらく怪盗だ。こんな子供なのに。誰が子供だ。ほら、俺はラッド、怪盗帝国のラッド様だぜ。ああ、知ってるよ。犯行予告を聞いてるからね。お前が小林オペラってか。そうだ。最後顔してやがんな。教官になんてことを。そうです、失礼じゃないですか。うるせえ、たまれガキ。おい小林オペラ。なんだ。ここに来たってことは気がついたんだろう。俺様からのメッセージに。このカードのことだな。そうさ、それだよ。どういうこと。これはもう一つの犯行予告だったのさ。一見するとクラブの4のカードだけど、このくり抜かれたマークが微妙に歪んで配置されている。そしてマークの上を北として中華街の地図に照らし合わせると、今回の爆破現場にぴったり重なる。そしてまだ爆破されてない最後の一箇所、それはこのビルだ。すげえ、すげえよあんた。さすがは名探偵だ。 おい、本当なのか。当たり前だろ。てめえから聞いたビルはどれもこれもボロくせえビルばかり。すぐにピンときたぜ。一体いくら儲けるつもりだったんだ。保険金でよ。あ？それはだからこっちも保険をかけさせてもらったのさ。それでこのビルも爆破するって言うんですか。そんなことさせるもんですか。
動くんじゃねえ！まさか、それ爆弾。そうさ、ラット様特製のな、硬質ガラスで真空密閉された作薬は空気に触れると爆発する。そして内側を一周するパイプの中には導火線、点火する位置で時間調整ができるんだ。ヒヒヒヒ、よくできてるだろう。ちょっと待って。あ？導火線までガラスの内側じゃ火がつけられないよね。あ、そうですよ。なあ、俺ってそんなにバカに見える？まさか、お前のトイズは。そうさ、俺様のトイズは発火だ。ほら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 、てめえら全員真っ黒焦げにしてやんよ。ちょっと待って。ああ、またてめえかよ。本当にできるの？そんなこと。どういう意味だ？だってトイズで僕らを黒焦げにできるんなら爆弾なんていらなくない？ギク。ひょっとしてちょこっとしか火を起こせないんじゃないの？マッチ一本くらいとか。うせうせうせ。へへん、図星だね。頭きた、マジ頭きた。マッチ一本程度でもな、この導火線に着火させるには十分なんだよ。さーて、大井。なんなのだ。私な、黄金鏡王よ。わかった、わかったからやめてくれ。あら、さっさと渡せ。すぐには無理だ。なんでだ。黄金鏡はこのビルの低層箱の中だからな。なんかもうめんどくせえな。こいつに火つけて潰すか、このビール。やめてください。はい、わかりました。とても言えてるか、このガキが。やればいい。ああ、やれるものならやってみろ、今すぐ。教官。なんだよ、吹かしてるってか俺が。そうだ、このビルのワンフロアはかなり広い。そしてここはフロアの中央、つまり今ここで着火すればお前自身にも危険が及ぶ。だからお前はその爆弾に着火できない、あるいはその爆弾がさほど強力ではないということだ。あいつが退路を確保したら本当にここを爆破しかねない。みんな追うんだ。了解。シャーロック。はい。くそ。コーデリア。あげて。エレベーターだ。こっちです。ネロ。エルキュール。まさに間一髪だった。ちょっとこれって大爆発です。ビルの中だったらシャレになってない。初めからシャレのつもりなんてね。ラット。そう、俺は勝ってたんだ、勝ってたはずなのに。観念しろ、もう逃げ場はない。うぜえ、こいつが目に入らねえのか。この大きさだぜ。導火線の長さも半端じゃねえ。爆発まで3分はかかる。その間に逃げてみせら。くで、このビルは愚か、ここいら全部瓦礫の山さ。これは、ここどこ？ちょ、何？まさか、トイズ？だとするなら、ラットのものじゃない。
おいおい、ひょっとして。やりすぎですよ、ラット。アルセーヌ様。アルセーヌ？ごきげんよう、ミルキーホームズの皆さん、そして小林オペラさん。この度はこのラットが大変失礼をいたしました。怪盗帝国を代表し深くお詫びいたします。どこにいるんですか？出てきてください。それはできません。今はまだその時ではありませんか。その時？はあ、それにしてもラット。はい。人を傷つけないようにとあれほど言い聞かせたのに。すまねえ。いや、ごめん。そしてあなたにはこうも伝えましたよね。黄金鏡の隠し場所ははっきりするまで爆破は控えるようにと。大丈夫。ちゃんと目標のビルだけを倒壊させるように計算してっから。予告だってしたし、だから批判だってあまり出てないよ。でもこのビルにはまだ人がいるのに爆破しようとしましたね。それはそのムカついたから。ムカついたから。人を殺めても良いとでも。完全にビビってるじゃん。うるせえ。ラット。はい。帰ったらお仕置きです。さあ行きますよ。まず。あ、怪盗が消えてゆく。助けてくれ。待て、アルセーヌ。残念ながらそうもいきません。本日はこれで。またお会いできる日までごきげんよう。も、元に戻りました。早く怪盗を追わないと。どうやって？それは、とにかく手当たり次第に。そう、私のドイツで。無駄だよ。アルセーヌは怪盗帝国の首領。確実な退路もなしにあんなことはしない。それにこのでっかいのを何とかしないと。エリーが投げたやつであの爆発だから、こんなのが起爆しちゃったら。それじゃあ僕は警察の処理班へ連絡を入れるから、みんなは爆弾が残っていないか確かめてきてくれないかな。もちろん十分注意してね。はい。みんな無事で本当によかった。あれから新たな爆弾が発見されることはなく、中華街は平穏を取り戻した。怪盗を利用し保険金を得ようとした大井さんは詐欺罪で問われたが、実行犯ではなかったこと、保険も下りず莫大な損害を被ったことなどの理由から執行猶予。つまりほぼ不問。そしてかの黄金鏡だけど、低素箱から取り出され、警察の協力のもと大井さん自ら厳重に管理保管するそうだ。自分のいたビルが爆破されそうになったことがよほど答えたらしい。まあ僕らもかなり危ない目にあったわけだから、気持ちがわからないわけでもないけど。ちょっとシャーロー、危ないじゃないの。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。コーデリアさん、ここ吹きましたか？うん、そこはまだよ、お願い。ネロ、ちゃんと働きなさい。なんで掃除なんかやらなきゃならないのさ。ここは私たちの事務所なのよ。掃除ぐらい当たり前のことでしょ。はいはい。エリーさん、このソファーを運んでほしいんですけど。やっぱり恥ずかしいですか？ですよね。ごめんなさい。ネロ、そっち持って。オッケー。あ、
やっぱり私が。わあ、本当ですか？みんなの前でくらい平気にならないと。エリーさん、前向きです。素敵です。どこまで運べばいいの？あ、少しの間持ち上げててください。下を掃除したかっただけですから。うん、わかった。えい。おー、さすが。ほらほら、さっさと掃除して。いちいちうるさいな。シワが増えるよ。なんですって。あ、何をごそごそやっているのかしら。ああ、お掃除中だったの。アルセーヌ様、ストーンリバー様をお連れしました。ストーンリバー、ここに。ごきげんよう、ストーンリバー。は。調子はどう？は。変わりなく。ここの生活には慣れた？は。変わりなく。何か困ってることはない？は。変わりなく。明日は晴れるかしら？本日の風向きと空模様から考えれば、明日はおそらく晴れかと。つまり京都？変わりなく。あのアルセーヌ様。なあに、ユタカ。楽しくお話ししていたところなのに。楽しくですか？ええ、とても。あなたも楽しいでしょ、ストーンリバー。は、変わりなく。それじゃあ、ユタカがせかすから、そろそろ本題に入りましょうか。は。実はね、この町に面白い宝が眠っているの。宝？ええ。とある場所に人知れず。ね。あなたにその宝を見つけ出し、手に入れてもらいたいのです。お願いできるかしら。我が主君。アルセーヌ様のご命令とあらば。ありがとう。ですが、見つけ出すのは探偵の仕事。私が行うのであれば、私なり、怪盗なりのやり方で行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。素晴らしいわ。は。この後、言おうと思っていたのです。怪盗なりのやり方で、と。それは、差し出がましき言動。どうか。
お許しを。気にしないで。ありがたきお言葉。では早速。なんて頼もしいんでしょう。そう思わない？ユタカ。はい。挨拶してよねハピード、雨上がりの窓キラリ、前向いて横向いて始まるかも次の未来。この子が電話で話したリク君よ。で、でって、だからリク君が泣いてて、どうもお兄さんとはぐれたらしくて、詳しく話してくれないから、その…それはもう聞いたってば。それで、これからどうするのって聞いてるんだけど。そんなこと言われても…はぁ、リクだっけ？一体どうしたの？ネロ、怖がってるよ。あ、ごめん。ねえ、リク？お姉さんに教えてくれない？どこでお兄さんとはぐれたの？お姉ちゃんたち、探偵の卵なんだよ。探すのは得意なの。だから教えて。また。はい、エリーさんの番です。え？ファイト、エリーさん。この人は、名探偵だったの。だから、きっと、リク君のお兄さんを、探し出してくれると、思うな。うん。なるほど。リク君？怖がらないで。ね。あそこに見える大きい家。そこで、お兄さんとはぐれたのかい？え、なんで？チラチラ見てただろ？それでそうなんじゃないかなってね。やっぱりそうなんだ。ねえシャロ、あの屋敷ってあれだよね。え？ほら、最近クラスで話題になってる。あ、そうかも。何の話だい？出るんです。え？出る？はい、出ちゃうみたいなんです。あの、よくわからないんだけど。私にもわかりません。は？正体不明なんです。わからないけど出るんです。もうちょっとわかりやすく説明してもらえないかな。噂だよ噂。外人墓地近くの古い洋館でさ、夜出るんだって。
出るって、まさか。そう。そのまさか。館に隠された秘宝を求めて近づく者たちを、あの世へと連れて行く、黄色い瞳の亡者が。わあ、びっくりした。そういう話、私ダメ。ごめんごめん。大丈夫ですよ、本当にただの噂ですから。噂か。シャーロック、もう少し詳しく聞かせてくれないかな。あ、はい。でもさっきネロが言ったことで全部ですよ。外人墓地近くの古い洋館にはすごい宝が隠されてて、それを手に入れようと近づく人たちはみんな幽霊にさらわれちゃうって。幽霊にさらわれるか。はい、でも本当にただの噂ですから。どうしたの、リク君。小林が幽霊の話なんか聞きたがるから。え？お兄ちゃん。ごめんごめん、リク君。泣かないで。僕、お兄ちゃんと、あのお家に入って、怖くなって。